日本の NPO や NGO で働いている方をゲストに招いてお話を伺う NGO 世界を見つめて、後半からは私、鎌倉幸子が司会進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、Dialogue for People 代表理事、フォトジャーナリストの佐藤圭もご一緒させていただきます。よろしくお願いします。圭さん、よろしくお願いします。はい。第8回の今回は、パレスチナ子どものキャンペーンの中村哲也さんをお招きしています。前半では、パレスチナ子どものキャンペーンの設立の経緯ですとか、各地域の緊急救援支援活動を中心にお話を伺ってまいりました。後半では、開発事業、教育や就業支援などの話について、また中村さんからじっくりお話をいただきたいと思います。そして、中村さんがなぜこのパレスチナ子どものキャンペーンで働き始めたのかというキャリアのお話も聞いていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。では中村さん、改めてどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、障害者支援についてお話を伺いたいのですが、障害者といっても、やはりパレスチナはやはり紛争でしたり、状況も悪い中、障害があるだけでかなり大変な生活されている方が多いんじゃないかと思います。どのような障害がある方がいらっしゃるのか、またその方の生活というのを最初お話しいただけますでしょうか。はい。障害を持っていらっしゃる方は、どの社会にもいらっしゃって、身体障害であったり、知的障害であったり、あるいは精神障害であったり、発達障害を持っているような方たちも、もちろん私たち日本と同じようにパレスチナにもいらっしゃるわけなんですけれども、戦争や、事故なんかで障害を持つに至ったというような方たちもたくさんいらっしゃいます。前半ではそういった方たちへのリハビリなんかをご紹介したわけなんですけれども、後半の方で、例えば聴覚障害ですとか、そういった方たちの様子もお話ししようかと思っているんですが、生まれながらに、障害を持ちながら、生まれてきたというような方たちも、その中にはいらっしゃいまして、ただそういった人たちが、教育を受けられたり、十分に受けられたり、その後の社会生活に十分参加していける状況かというと、決してそんなことはない、かなりハードルが高いというふうに言わざるを得ないかと思います。はい、そういった中で頑張っているのが NGO かなというふうに思っているので、NGO の奮闘という意味でも注目していただけたらなというところですね。はい、ありがとうございます。でしたら中村さん、また活動についてパワーポイントをご用意いただいていると伺っておりますので、お願いできますでしょうか。今ご覧いただいているのは、パレスチナ・ガザにあるアトファルナろう学校というところの、子どもたちの様子です。車椅子の子どももいますけれども、他の子たちは、みんなろうの子どもたちです。耳が聞こえない、あるいは難聴の子どもたちで、普段この学校では手話を使って勉強しているというところですね。なので、カメラを向けると、みんな手話で、ピースじゃなくて、これですね。これは I love you の手話なんですけど、これをみんなやってくれます。はい、とっても可愛い子たちなんですが、この学校のご紹介から始めようかなというふうに思っています。アトファルナろう学校は1992年にガザの中で初めてできた、聴覚障害者のための、教育施設。教育施設といってもですね、学校の勉強だけやっているわけではなくて、幼児教育ですとか、あるいはその中学校まであるんですけど、そこを卒業した後の職業訓練コースなんかも用意したり、あるいは聴覚検査室みたいなものですとか、相談室みたいな、そういった複合施設になっています。はい、と言いますのは、やはりそういった複合施設でないと、そのろう、聴覚障害を持った人たちが、必要としているサービス、なかなかカバーしていけないということがあるんですね。なかなか現地の政府は、福祉政策というものを充実化できずにいますので、この学校ができる前は、全く教育も蚊帳の外に置かれていたような状況ですし、ようやくこの学校によって、教育を受けられ、言葉を持ち、仲間を作り、そして就職をして、お金を稼ぐといったような当然の権利を少しずつ実現させているというようなことが何十年間かの流れになると思います。はい、でアトファルナという名前なんですけれども、これはアラビア語で私たちのという意味なんですね。つまり障害を持っている子どもたちは誰の子どもなのかといったときに、この、家族の子どもでもちろんあるんだけれども、社会のみんなで育てていく子どもたちなんじゃないかという思いから、私たちのろう学校という名前をつけたと、アトファルナろう学校という名前がつけられたというふうに聞いています。はい。で、そのろう学校の中に職業訓練コースがあって、今これは家具作りの職業訓練コースですけれども、刺繍ですとか、縫製、クッションを作ったり、あるいは小物を作ったりというところですとか、陶器、それから調理みたいないろんなコースを作って職業訓練を行っています。で、聴覚障害を持っている人たちは非常にビジュアルに優れていると、視覚に優れているというところもあったりするので、なかなか絵付けですとか絵を描かせると非常に優れた作品が出てきます。ありがとうございます。で、今、障害者支援ということでお話いただきましたが、教育支援もまた行っていると聞いております。教育支援のお話も頂戴できますでしょうか。はい。アトファルナろう学校も教育施設ではあるんですけれども、今度お話ししようと思っているのは、公立学校の教育と、あるいは、ノンフォーマルといったらいいんでしょうか、学校外での教育についてのお話なんですが、今ご覧いただいているのは、理科教育支援の様子です。これは、ガザの小学校、あるいはヨルダン川西岸の小学校で行っている授業なんですけれども、何をしている様子かお分かりいただけますか？きれいな水を作っている感じですかね。なるほど。はい、水が土を通してきれいになっているかもしれないというところですね。はい。理科の実験なんですけれども、これは耐水槽ですとか、あるいは地下水の仕組みを理解するというような形の理科実験になるかと思います。パレスチナ、ほとんどの水をですね、地下水から取り上げていて、非常に貴重な水問題というものが非常に中東の中でも大きい課題になるかと思うんですけれども、やっぱりこうした、自分の身近にあるような課題に近いようなところでの理科実験なんかを含めて、理科教育というものを進めていこうというふうに考えています。で、実は理科教育の中で実験というものがこれまでほとんど行われてこなかったという背景があります。最近2018年にようやくカリキュラムが改定されて、児童中心型というかアクティブラーニングなんか日本ではやり方としてはあるかもしれませんけれども、自分の体、頭を動かして能動的に学ぶようなことをやっている。理科教育の中ではまさに理科実験を行うというのがそういったことに非常に役に立つんですけれども、学校の先生たち、なかなかそういった経験がなくて、理科実験をしないまま授業を終わらせてしまうということが多いんですね。なので、私たちの授業の中で、まず理科室を修繕して、ピカピカにして、その中に顕微鏡ですとか、ビーカーですとか、いろんな理科機材を揃え、そして理科の先生たちにも実験の仕方を研修で学んでもらい、自信を持って授業でやってもらおうというような支援活動をしています。逆に言うと、理科実験を実際やってみようと思うと、先生たち結構失敗してしまったりしてですね、そうすると子どもたちの前で失敗すると、メンツも保たれないし、自信もなくしてしまうしというのがあるので、そういった自信をつけてもらうような研修としてやってもらっているということもあります。その中で生徒たちが自分の手で実際に手を動かしながら、自分の目で学んでいって、生きた学びというものを身につけていってほしいなというのが。なるほど。理科って教科書を読むだけじゃ何かわからないですよね。やっぱりこう実験をすることでより深い理解がやっぱり得られるものですよねって改めて思いました。そうですね。やっぱりこれまでやったことがなかったので、先生たちを見るとですね、非常に楽しそうなんですよ。童心に帰ったような感じで楽しむのがたくさん見られました。なんか今の写真もなんかこう、あ、こうなってるんだって、こう、先生方の顔がこう、子供みたいになってて、本当に楽しんでやってるんだなと思いました。で、また、児童館の活動もされてると聞いております。理科もそうなんですけれども、やっぱり楽しいことというのは、非常に子供たちも好きですし、大人も好きだしっていうところはあると思うんですね。で、児童館のお話をちょっとする前に、なんで理科教育ってものにここで着目したかと言いますと、やはりこの、長年教育支援なんかをやっていく中で、アラビア語、現地国語であるアラビア語ですとか、算数ですとか、いろんな主要教科っていうのもあるんですが、日本人としてどういった教科が一番支援しやすいかとか、自信を持って支援できる。あるいは専門家を現地に送ったりできるかなんかを考えたときに、理科というものは非常に私たちの経験値とマッチするんですね。私の言いたかって理科の法則が変わったりするわけではないですので、向こうで効果的な教え方ですとか、こうすると成功するよみたいな、こうすると子供たちは食いついてくるよみたいなところっていうのは共通しているところがあって、先生たちだけじゃなくて、もちろん子供たちが目をキラキラさせながら学んでる姿があったというふうにも、現地、派遣した専門家なんかも言っていました。で、そういった理科だけではなくて、子供が前向きになれるような取り組みとして、児童館活動をやっています。これは、難民キャンプではないんですけれども、逆に言うと難民に対しての国連の支援なんかが届かないような貧困地域に作った児童館です。ここではですね、学校に行っていない時間を活用して、子どもたちがこの児童館に来て、絵画ですとか、演劇、ダンス、コンピューター、そういった文化活動を自分が好きなものをやっていっているというような児童館です。で、2006年に開設してから、大体300人ぐらいここに通っている形なんですけれども、この背景にはですね、学校の中では今お話ししたような活動が全然ないという状況があります。ガザ地区にはですね、子どもたちがたくさんいる社会です。でして、15歳、16歳以下の子どもたちが人口の過半数を占めている、非常に子どもが多い社会です。その中で学校が足りない、学校の先生が足りない、教室が足りないという中で、午前に行く子どもと、午後に学校に行く子どもと分かれている。つまり授業時間が半分しかないという中で、図工ですとか音楽といった、そういった楽しい活動が学校ではできないということがあるんですね。なので、学校から帰ってきて、地域の児童館の中でこうした活動に出られる、自分たちが安心した居場所として楽しいことを学べるというような児童館を作っていきました。で、実はここ、お母さんたちも来てます。お母さんたちも自分の居場所と思って通ってきています。ありがとうございます。こうやって放課後立ち寄れる、しかも友達と手を取り上げながら来られる居場所があるってすごい素敵だなって思います。佐藤さん、今、障害者支援、また教育支援、お話しいただきましたが、佐藤さん、何か感想というか、いかがでしょうか。はい、そうですね。やはり、お二人が言ってたように、先生たちの嬉しそうな顔が僕もすごく印象に残ってるんですけれども、僕自身は、ガザに、行かせていただくことがありまして、若者たちに話を聞くとですね、なかなかこう、未来に希望が持てないとかであったり、世界は苦痛に満ちているって考える若者の声を聞くことがすごく多かったんですね。そんな中で、こう、少しでもこう、世界に興味を持つとか、人生の中でもこんなに楽しいことがあるんだって、そういう経験をですね、得られる、種を得られる場があるっていうことは、本当に数字とか、言葉で表せれる以上の希望を紡いでるんじゃないのかなと感じました。ありがとうございます。はい。で、この活動の中で、子どもでしたり、やはり障害がある方などに目を向けられているという話聞きましたが、女性についても力を入れて支援を行っていると伺っております。この女性支援についてのお話もいただけますでしょうか。はい。それでは女性への支援活動というものをお話ししたいというふうに思います。こちらご覧になっているのは、パレスチナの伝統刺繍ですね。はい、花ですとか草木、樹木、星、月、そういった自然の風景を織り込んだものが非常に多くありまして、それを女性たちの、今、刺繍を縫っている方の袖口とか胸元とかにもありますけれども、そういった衣装、伝統衣装の中にあつらえていくというのが、現地の伝統文化としてあるわけですね。こうした、伝統文化を活用して、刺繍製品というものを作って、そして日本で販売をしています。その売り上げの中から、女性たちの生計支援として、自立に向けた活動というふうな形で考えています。これちょっと古い刺繍製品のものですけれども、中にラクダの模様なんかがあったりしますよね。クロスステッチといってバッテンを作りながら、模様を作っていく感じなんですけども、右下の写真がラクダ、実際にガザの、更地になってしまっているようなところにですね、ラクダが放牧されている様子を写真撮ったんですけども、そういった風景を昔ながら、この刺繍の中に縫い込んでいくというような伝統があります。そうしたものをですね、続けていって女性の生計支援にいただきたいというのもあるんですけれども、パレスチナのこの文化を受け継いでいくというところの意味合いがあるかなと思っています。難民となった人たちが自分たちの故郷、そういったものに思いを馳せ、それから自分たちのアイデンティティとして伝統文化をつないでいくと、母から娘へといった形で家庭の中でつながっていくわけなんですけれども、難民になっても故郷の風景だとか技術といったものを受け継いでつないでいくというような活動としてもう一つの大きな意味があるのではないかなというふうにも思っています。手に取ってご覧いただけるような刺繍製品なんかもご紹介できるかと思うんですけれども、ぜひ実際のものを触れてそういった思いを感じ取ってほしいなというふうに思います。これはですね、女性たちだけではなくて、先ほどご紹介したアトパルのろう学校の職業訓練生もそういった刺繍製品を作ってたくさん作っていろんな製品を出しています。ありがとうございます。いや本当に綺麗ですね。もうこの美しさというかすごい見とれてしまいましたし、あとこの風景をこう織り込んでそれをこう言葉ではないかもしれないんですけど、その生活風景とかをこう次世代に伝えてきたっていう、その文化の伝達っていうのにもこの刺繍大きな役割を果たしてたんだなと、思います。で、後でこの商品の説明またしていただけると思いますけども、ぜひ皆さんお手に取っていただきたいなと思いました。はい、中村さん、今まで様々な活動のお話ありがとうございました。やはり気になっている方多いのではないでしょうか。なぜ中村さんがですね、このパレスチナ子どものキャンペーンで働き始めたとかという、そういうお話いただけますか？はい、ちょっと恥ずかしいですが、私とパレスチナのきっかけですとか、こういった活動に身を投じるようになったお話を少ししていただければと思うんですけれども、パレスチナに限らず、NGO で働きたいなと思い始めたのが、大学の受験勉強をしている頃でした。で、その頃どんなことをこれから勉強していこうかなと思ったときに、なかなか決まらないでいたんですけれども、テレビで、アフリカだったと思うんですが、紛争に傷ついた子どもたちの様子を映したドキュメンタリーがありまして、非常に衝撃を受け、強い不条理を感じました。そういった強い感情の揺さぶりみたいなものがありまして、できるんだったら、こういった方向で働きたいなと思って、大学の方は、福祉を学ぶ学部に進学したんですけれども、まだちょっと NGO の業界としては、新卒をすぐに雇用するみたいな状況ではなかったので、NGO のいくつかでボランティア活動ですとか、インターンなんか、の道をちょっと探っていただいたんですね。その時に、自分の興味関心として近かったのがパレスチナ子どものキャンペーンで、子どもを支援しているということ、それから紛争地での活動をしているということですとか、それまでフィリピンのフィールドですとかいくつか行ったりはしたんですけれども、やはり不条理に傷つかなければいけない子どもたちを何とか支えたいなというような思いがありまして。パレスチナ子どものキャンペーンでのボランティアとインターンとを経験するという感じでした。ただ、就職の中ではですね、なかなかそういったところにすぐに行けるような力がなかったので、職員に相談したところ、じゃあインターンで現地に行ってみないかということで、お話しいただいてですね、大学卒業してすぐに、ガザの方で半年インターンをしました。その頃は、まだ治安情勢とかも現段階とはちょっと違っていて、いろんなところに出歩いたりとかっていうのができたんですけれども、そういった経験を経て、いつの間にか職員になっていたというのが正直なところです。日々のその業務に埋もれていたら、実は職員になってましたというような感じで今になっています。今お話を伺って不条理という言葉何回か出されていたなと思います。でやはり、いろんなニュースがある中、その不条理な状況を、無視せずにですね、追求された先にこのようなお仕事につながったんだなと、思いました。ありがとうございます。中村さん、多分ですね、これ見られている方、この NGO、NPO で働きたいと思ってらっしゃる方、たくさんご視聴いただいてますが、これから NGO、NPO で働きたいという視聴者の皆さんへ、アドバイスをお願いできますか？はい。アドバイスを、ね、できるほどのことはないとは思うんですけれども、私の経験をお話しすると、やっぱりすぐに解決できるような問題に私たちは向き合っているわけではなくて、なかなか解決できなかったり、じっくり腰を据えなければいけなかったり、世界のみんなが知恵を出し合ってもなかなか前に進まなかったりっていう、そういう問題が多いじゃないですか。で、私自身、先ほど少しお話しできなかった部分としては、現地に行ってみたら、現地の様子がよく分かって、やっぱり自分の目で見て感じてとかっていうことを最初は思っていたんですけれども、実際行ってみると、問題がどこが核心なのかとか、何が問題なのかとか、そういったことがよく分からなかったんですね。自分で行ってみても、現地に行ってみても。で、話を聞いてみると、パレスチナ人自身も深く理解ができていないところもあるんじゃないかというところがあって、簡単には前に進んでいかないんだなということは思いました。そして、そういう中で腰を据えて活動に取り組んでいく必要があるんじゃないかということで、気がついたら10年以上働いている感じにはなったんですが、それでもやっぱりまだ分からないことがたくさんありますし、そういうものなんだなと、なかなか前に進まないとか、効果が見えないだとか、何をしていいか分からないみたいなものっていうのは、多分今後も続いていくことなんじゃないかなという気がしまして、パレスチナ問題、70年以上解決してないですけれども、この先、いつの時点で解決するかっていうのは分からないですよね。ただし、ずっと本当にこのままかというと、100年、200年とかって経ったら、多分それは変わっていると。変わらないということはないけれども、それは私たちが生きているスパンとしては結構長いものだなっていうことを言いながら、焦らずにやっていくということが必要なんじゃないかなっていうふうなことを思っています。はい、なので、自分のやりたいこととか分からなくても、とりあえずじっくりやってみるっていうのが一つのやり方かなというふうに思います。アドバイスありがとうございます。中村さん、現地に行ったら分かるかと思ったら分からない。で、かつ現地で話を聞いたら、パレスチナの人たちも結局なぜかっていうことを模索しているというちょっと話がすごい印象に残りました。で、この話を伺っているときに佐藤さんがすごいうなずかれていまして、佐藤さん、何か一言お願いいたします。はい、そうですね。本当に中村さんのお言葉、本当まさにその通りだなと思って聞いてたんですけれども、僕自身話伺ってた羨ましいなっていう気持ちもすごくあったんですね。僕も伝える立場から何か少しでも世の中が良くなればと思いつつも、やっぱりずっと寄り添えない自分、この仕事のあり方っていうものがあった時に羨ましいなっていう気持ちもあったんですけれども、逆に本当にそれぞれの役割分担でできることがあるんじゃないのかなっていう意味でもすごく勇気づけられました。中村さんがそうした活動をしている中で、もしかしたら伝える立場でしかできないこともあるのかなと、そうした活動がいろいろ組み合わさっていくことで、今見えないことにもしかしたら大きなパズルが出来上がってきてるかもしれない。そういう長い視点とか広い視野を見ながら活動を続けていきたいなという勇気をいただきました。僕自身がメッセージいただいたような気持ちになりました。ありがとうございます。で、佐藤さんから今役割分担で何ができるのではないかというお話いただきました。今ご視聴されている皆さんもですね、何か私は例えばパレスチナに行ったことはないけど何かできるんじゃないかと思って見てらっしゃる方いらっしゃるかと思います。で、中村さん、もしそう思ってらっしゃる方ができること、また寄付ですとかいろんな関わり方があると思います。パレスチナ子どものキャンペーンの活動に何かできることあればですね、教えていただけますでしょうか。はい、それでは先ほどもお話をしたんですけれども、パレスチナ刺繍のご紹介をしたいというふうに思います。はい、タトリーズというブランドを作りまして、パレスチナ刺繍をご紹介しています。具体的にはレバノンの難民キャンプで女性たちが作った刺繍と、アトファルナろう学校で聴覚障害を、抱えて教育を受けた後、職業訓練生として働いている、人たちですね。その人たちが作った、刺繍製品をたくさん、日本にご紹介しています。はい、でこういった商品を通じて女性ですとか障害者の支援になりますので、ぜひお買い求めいただきたいんですが、それだけじゃなくて非常に綺麗ですし実用的ですし、私も仕入れなんかを、はい、使ったりしています。おしゃれです。女性ものが多いですけれども、男性も小物なんかもありますので、ぜひご覧になってください。こちらにショップのサイトがありますので、こちらにアクセスいただければというふうに思います。それとですね、ご寄付のご協力をぜひお願いしたいなというふうに思っています。子どもたちの給食ですとか、前回お話しした物資の支援、生活物資の支援ですとか、あるいは医療支援なんかをこういった形で、実際に具体的に現地に届けることができますので、共感いただいた方は、ぜひ、ご支援いただければ、こちらからも現地の様子なんかをご報告できるかというふうに思います。新規会員の方も募集中ですけれども、例えば継続的にマンスリー会員としてご支援いただくような方も大歓迎です。またですね、ボランティアやプロボノといった方たちもご活躍いただけるかなというふうに思っています。最近はコロナの中で、なかなかボランティアさんみんなで集まったりというような機会が少なくなってきてはいるんですけれども、いろんな形で私たちの活動に共感を持った人たちが作っていけるような会にできればというふうに思っていますので、ぜひご参加という形で、私たちのウェブサイト等を見ていただければというふうに思います。ありがとうございます。いや、本当に素敵な刺繍。ね、なんか誕生日プレゼントとかに、渡しても、ちょっと他のプレゼントとは違う、すごいスペシャル感があっていいなと思いましたし、ボランティア、プロボノも募集しているということですので、ぜひ、パレスチナ子供のキャンペーンのウェブサイト、ご確認いただければと思います。あと、中村さん、Facebook とか Instagram もされてるんですよね。そうですね。Facebook や Instagram など、SNS を活用して、パレスチナのことを皆さんに知っていただきたいということもありますし、よくイベントを催して、そちらのご案内なんかも出していますので、ぜひぜひちょくちょく見ていただけると、私たちのイベントにもアクセスができるかなというふうに思います。はい。ぜひ Facebook、Instagram、まずはフォローして、応援してください。ありがとうございました。いや、あっという間に時間が経ってしまいました。今日はパレスチナ子どものキャンペーン海外事業部チーフの中村哲也さんをゲストにお話を伺ってきました。佐藤さん、あっという間の時間でしたけど、深かったですね。何かご感想いただけますか？そうですね。本当に毎度のことなんですけれども、より深く話を聞きたいなっていう思いが募ったのと、僕自身SNS など通じて現地の友人とはやり取りはしてるんですけど、やっぱりなかなかこの2年行けてなかったので、行きたいという思いが非常に募りました。またぜひ現地でもお会いできることを楽しみにしてます。はい。ありがとうございます。改めまして中村さん、ありがとうございました。はい、こちらこそ今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、また次回の NGO 世界を見つめてでお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。